先般の東日本大震災によりましてですね、被災された方、仕事に打撃を受けた方、大事な方を亡くされて、元気を失ってらっしゃる方への応援メッセージとして始めさせていただきました。自分復興40歳のチャレンジ。私40歳になっておりますが、かつて青春時代、十数年間、青春の情熱を全て傾けて取り組んでおりました。レスリング、10年ぶりにですね、もう一回、真剣に取り組んで、試合に出場し、そして勝利することで、皆様の元気を少しでも取り戻せたらいいなという思いで、震災の翌日から毎日、トレーニング、そして練習に励んでいます。レスリング、結婚を機にですね、引退、10年前ですね、30歳の時に引退したわけですが、その後ちょっと遊び感覚でね、1年に1回、ローカルな大会にちょっと参加してたっていうこともございまして、試合自体は丸6年ぶり、ね、本格的にレスリングをするという意味では10年ぶり、いよいよ来週5月7日の土曜日、アメリカ時間ですが、試合に出場いたします。それに向けてですね、今、追い込みのトレーニングを行っています。その模様をですね、ご覧いただきたいと思います。ちょっとね、息苦しいトレーニングしておりますので、映像を見てるだけでもね、疲れてしまう、かもしれませんが、40歳のね、レストランというね、長時間労働の代名詞の仕事をしている私ですが、被災地の皆様と心を一つにして復興、自分復興ですね、私の場合は自分復興、取り組んでいる様子、ご覧ください。どうぞ。はい、これはですね、自宅アパートの共同ジムですね。アメリカには賃貸マンション、ある程度の規模のね、何百世帯か入っている賃貸マンションでしたら、大抵30畳ぐらいのトレーニングルームがあります。そこでトレーニングしています。私は膝が非常に悪く、現役時代膝をたくさん痛めましたので、走ることができないんですね。走ることができない代わりに、先ほど乗っておりましたクロスカントリーマシーンで、両手両足を動かして心肺機能をアップするという有酸素運動をやっています。そしてその有酸素運動を1分やって、筋力トレーニングを2、3種類行うというスーパーサーキットトレーニングを行っています。すでにこれですね、トレーニングを開始して20数分、まもなく30分になることですね。クロスカントリーマシーンで心拍数を上げて、1分超えたら、次に1分筋力トレーニングを行うというサーキットトレーニングです。これをですね、ノンストップ、休憩一切なしで続けています。これはジャンピングスクワットですね。はい、映像途中何箇所もカットしていますが、だらだらご覧いただいてもね、非常に息苦しいだけなので、今編集したものをご覧いただいています。はい、このクロスカントリーマシン、負荷もね、重くした負荷の状態で手足を、早く、できるだけ早く前後に動かしています。そして1分、クロスカントリーマシンで、体を動かした後は今度は筋力トレーニングです。これをどん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 、順次各種繰り返していきます。40歳の今ですね、かつて20代の頃にやっていたトレーニングを思い出してやっています。まもなく30分ノンストップのトレーニングになろうとしていますね。はい、小町さん、7日は良い試合ですねというコメントですね。ありがとうございます。7日頑張ります。これは腕の筋力トレーニングですね。心拍数が上がった状態で筋力トレーニングを行っています。
それから腹筋ですね。30分を超えました。本当にもう、青息吐息ですが、最後の見込みですね。レスリングというのはね、瞬発力、相手をガッと動かすね、大きな力も必要ですが、スタミナ、心肺機能、それから筋持久力も必要です。この日は心拍数を極限まで上げた状態で筋持久力を鍛える、そういうトレーニングを行っています。選手時代ですね、20代後半の頃は腕立て伏せとかね、懸垂とかね、スクワットってね、結構もう無尽蔵にできたもんですが、さすがにね、もうヘトヘトですね。はい、ソーシャルストリーム、コメントいただいております。7日の日、悦子さんはレゴランドの日ですね。あ、レゴランドっていうあのレゴ、あれブロックですね、ブロックの遊園地があるんですね。レゴランドの日、なんか子供の日みたいなのがあるんですかね。はい、そこに行かれるんですね。はい、ぜひ楽しんでください。私の試合の模様はね、当日のあきらテレビでできればご紹介いたしますのでね、どうぞ遠慮なくレゴランドで楽しんでください。はい、悦子さん、ブログで紹介しますね。南カリフォルニア在住の日本人に勇気を与える存在だもん。あ、ありがとうございます。まあ、そうですね、被災地の方にですね、メッセージを送りたいという思いで、やっています。ぜひですね、こういう40歳のおっさんもいるんだということをですね、頭の片隅にでも知っていただくと、非常に嬉しく思います。コバッチさん、僕はここまでしないんですよ。軽く筋トレやっていくみたいな2時間。でも2時間のトレーニング結構大変ですよね。私今40分とかね、50分のトレーニングですね。たまにまあ1時間半ぐらいありますが、なかなか2時間というのはね、できないですね。はい。はい、小橋さん空手ですよね。小橋さんは33か4したかね、空手の大会に毎年出場されてるんですよね。そういう意味では私は30歳でレスリング引退しましたのでね、小橋さんすごいと思います。はい、最後ですね、ジャンピングスクワットですね。まもなく、このスーパーサーキットトレーニング、休憩なしノンストップ40分に突入しようとしています。最後の最後ですね、ジャンピングスクワットです。そして、その場全力ダッシュです。その場全力ダッシュ、これきついです。バカみたいに見えますが、これ本当にきついです。大変です。息苦しい映像を最後までご覧くださった皆様、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。この後ですね、私このトレーニングが終わった後ですね、ちょっとぶっ倒れまして、10分ほど起き上がることができませんでしたね。
非常に、過酷というか、まあ、無茶な トレーニング、40歳にはちょっとね、もう無茶なトレーニングやってしまいましてですね、ぶっ倒れて10分間動けませんでした。信じられないことにこの後仕事だったんですけどね。はい。でもですね、私こうやって生きています。毎日ね、張りのある人生を送っています。被災地の方に、そしてね、震災によって心を痛めてらっしゃる方にほんの少しでもね、元気をお裾分けできたらこんな嬉しいことはありません。はい、以上、自分復興40歳のチャレンジ、大詰めの模様をご覧いただきました。来週5月7日土曜日アメリカ時間ですが、いよいよ試合に出場します。どうぞ、ご声援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。